皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ RPG パート6やっていきましょう。今回も前回に引き続きケローズの方を進めていければと思います。ケロケロ湖からローズタウンの間の道ですね。ケロケロ湖のケロとローズタウンのローズでケローズということなんだと思います。ちょっと前のキノケロ水路もキノコ城とケロケロ湖の間でしたよね。こうやって道の名前で分かりやすくなってるのありがたいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一発目のヘイホーがちょっと反応できませんでしたが、タリンチュラパチールヘイホーでヘイホーが強敵と。じゃあまずはタリンチュラから倒しちゃいましょうか。前回覚えたスーパージャンプ、こちらをガンガン使っていきましょう。そう、 MK さん結構このスーパージャンプが上手いということがね前回判明しましたので、これで12、3ぐらいまでつなげればなんとか一発で倒せるんじゃないでしょうか。待って、マジで上手くね。184、ちょっと強すぎるな。そして前回の動画で MK さん気づいてなかったんですけど、ヘイホーに何考えてるのを使ってませんよね。ヘイホーがホッピングに乗ってたやつとかを見てたから、それでもう使った気になっておりました。外れるから動いちゃダメ。いや、外すために動くんですよ。うわ、それは外せないやつじゃん、あなたがなんでそうやって必中の攻撃するの。マリオが寝ちゃった。そしたらここはもうマロ単体でやるしかありません。強敵9。待って、9はまずいな。はい、なんとかガードが決まりました。そしたらここもスーパージャンプ決めていきましょうか。強敵だからさ、多分十数回じゃダメだぞこれ。ちょ、20回ぐらいまでなんとかつなぎますね。ほーい、1、2の、いいぞいいぞいいぞ、悪くない。あー、うっそ、175で止まっちゃった。言うて結構食らったし、お、瀕死状態。ここは杖で倒せるんじゃないでしょうか。倒せないんかい。スイートソングできればマロに打ってください。マリオに打った、今どっち。あー、よかった、マロで。じゃあここは普通に甲羅で攻撃。倒せてないの、やば。待って、2人とも寝ちゃう。スーパーマリオワールドの心地よい BGM でマロにダブルでかかっている。ありがとうございます、ヘイホーさん。マリオに打たないでくれて OK。 いや、ちょっと強敵強。お、カエルコインも1枚もらえました。うわ、ここヘイホー多いな。できれば、おー、キノコありがとう、これで回復。できればちょっと他のキャーヘイホーとかには当たりたくないと思ったら、どっちも逃げていった。なんかあっちから突っかかってきたのに逃げてきたらどういうことなんだいと思ってしまいますが、ヘイホーやめて、こっち来ないで。で、ここも1、2、3、4、5回か、マックス5回ですよね。で、ここも1、2、3、4、5、くるくるしてる間に全部叩いてしまいましょう。さよなら。そろそろローズタウンに着くでしょうか。まだか。お、なんだ、クッパじゃない。いた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 、カメックとノコヘイとクリボーがクッパに従えてますけど、こんなところに飛んできてたのか。うわ、ピーチ姫より先に見つけちゃうとは。みんなでなんか連絡を取り合っておりますが、何してんの？クッパ、よーし、それでは我が輩の城を目指して出発する。よいか、格闘家のノコヤン。おー、それぞれ名前がついてんのか。おー、強そう、格闘家。魔法は魔導士カメザード。おー、名前強そうだね、カメザード。炎を打ってるよ。そして色仕掛けのクリジェンヌ。色仕掛けかまあそれが一番効いたりしますからね。 MK さんも色仕掛けが一番弱いかな。さらに我が輩のパワーでこのクッパ軍団はまさに無敵なのだな。橋は崩れているが帰る手段は見つかるはずだ。行くぞ、ガハハハハ。あ、橋が崩れてるのはクッパも分かってるんですね。うわ、結構な大所帯だな。行っちゃったね。クッパたちはクッパ城に行くみたいですね。さあ、すぐそこがローズタウンですよ。まあクッパからしたら確かに自分の家が奪われたのと一緒だからな。クッパはクッパで、まあ、頑張ってくださいという感じでございますが、もうローズタウンか。こんにちは。ローズタウンの皆さん、何してますか？え？なんか、ちょっと暗いな。あ、そうだった。ローズタウンってさ、確か、最初はこんな状況なんだよな。槍が降ってきた？大丈夫ですか？森から矢が降ってくるんだ。その矢に当たればこの通り動けなくなっちゃうんだ。そうだった。ここのボスあいつか。これで家に帰れなくなっちゃったよ。ちょっとどうにか直してあげたいけど、MK さんにはちょっとどうすることもできないですね。上でジャンプしても治らないわな。あなたは？流れ星が森に落ちたその日からこの町には矢が降ってくる。雨じゃなくて矢なのよ。ああ、あなたも当たっちゃった。MK さんが話しかけたから当たっちゃったの？ごめんなさい、それはちょっと。まあでも MK さんが直接撃ったわけじゃないから、まあ言っちゃいいか。マリオを助けて。あ、
マリオごっこしてる。うわすげえ、こういうとこまでちゃんと再現されてんだ。ガハハ、マリオよ、ピーチはもらったぞ。マリオ頑張れ、人形だけど。ぴょんぴょん、スーパージャンプ。おお、よく知ってんねマリオのこと。おクッパ、うわ跳ね返されたぞえ、マリオ負けちゃった。ガハハ、その程度で我が輩に勝てるとでも思ってるのか。ガハハハハ、マリオもちょっと考え込んじゃってますね。マリオの方が強いはずなんですけど。グフフ、ピーチお前は我が輩と一緒に城へ帰るのだ。ちょっと人形のマリオ頑張れ。キャー、誰か助けて。あ、気づいた、助け、本物のマリオが来ましたよ。あ、ほら、あなた大好きなんでしょマリオ。ママお客さんだよ。違う、マリオ本人ちょっと喜んで。はいはい、いらっしゃ。あら、マリオさんじゃない。あ、お母さんは気づいたね。マリオほら似てるでしょ。ていうかもうまんまよ、ヒゲも帽子もそっくりね。本物？もちろん本物ですよ、ご本人登場でございますが。本当に本物なの？なんか信じられないな。証拠を見せてよ。証拠？ジャンプじゃない？わあ本物だ。ねえマリオ、一緒にGのごっこしよう。Gのごっこ、マリオごっこじゃなくて。これこれトイド、マリオさんは休みに来たんだから無理を言っちゃいけません。だってママは遊んでくれないんだもん。困った子ね。マリオさんすみませんが、ちょっとの間だけ遊んでいただけます？あ、全然いいですよ、もうスーパーヒーローですから。子守ぐらい任せてください。やった、マリオはやられちゃったからクッパをやってね。あ、マリオやられちゃったんだ。僕はジーノをやるから。ほう、行くよ、さっきの続きからだよ。用意はいい？オッケー、クッパ役ね。待てー、お、ジーノ来た。これがまあ結構スーパーマリオ RPG の大人気キャラ、ジーノでございます。このジーノ様がクッパを倒しちゃうぞと。うわーすげー勢いで突っ込んでくんな。来いクッパ、行けマリオ。うわ、あんまり子供にそんな強い力で押しちゃダメよ。くっそ、このままではやられてしまう。こうなったら行くぞ、シューティングスターショット。だんだんだ、うわーマジで撃ってくるじゃん。あ、外れちゃった。マリオ大丈夫？キャー、マリオさん大丈夫ですか？あ、倒れちゃった子供に豆鉄砲みたいなのを撃たれてしまいましたが、マリオさん、まあこれでタダで止まれたからいいっちゃいいのか。起きた頃には体力が回復していることでしょう。そして、うわ、ここちゃんとムービー用意してあるんだ。そう、このジーノの人形にね、ある力が、力というかまああるね、まあこの光が宿るんですよ。お、ジーノ、マリオ、クッパ、はい、ピーチ迷っておりますが、いやすげえな、こういうところちゃんとムービーでやってくれるんだ。超綺麗になってんじゃん。いやもちろんですけど、スーパーファミコン版ってこうやっていろんなアングルが変わるようなムービーはありませんからね。はい、ジーノに光が宿りました。おー、いやすごっ、ちょっと普通に感動しちゃうわ。27年前のゲームですよ。 MK さんがやったのももう十何年ぐらい前ですから。うわすげーリアル、木の質感すごくない？うわ、ジーノって今後さ、なんかマリオキャラとしていっぱい出てきてくんねえかな。まあキャラクター版権自体がスクエアだからちょっといろいろ厳しいんでしょうけど、まあ大丈夫ちょっとまだ体に慣れていない感じでしょうか。ジーノが自由自在に動けるようになりました。いやそういう感じなんだ、キャラクターデザインって。細かいところ見ると、ちょっと腕の関節とか腰の関節とか初めてじっくり見ましたが、はい、目覚まし、マリオ起きて。あ、セーブブロックがあるので、せっかくだからセーブしていきましょうか。宿屋って絶対セーブできるんでしたっけ？あれ、ちょっと忘れちゃいましたが、そこはジーノがいなくなりましたよね。ってことは外に出て行っちゃったかと思います。ママ、あ、また子供が。ママ、今外でね、見たんだ、ジーノが森の方に歩いて行っちゃったんだ。森の方、はいはい、この間はジーノがキッチンのお皿を割っちゃったんでしょそんな言い訳してたんだ。いやあれは、でも今度は本当なんだ、本当に歩いてったんだよ。今度は何を壊したの？こっちへいらっしゃい。あ、いつも嘘ついてるから信用してもらえないんですよ。本当なんだよ。ちょっとかわいそうだな、マリオ、ごめんなさい。でもジーノって強いでしょ。ちょっとお母さん、ガミガミ、あ、子供の言うことちゃんと聞いてあげて。まあ自業自得っちゃ自業自得ですけども、はい、そしたら森の方にジーノが向かったみたいですので、森の方に MK さんも向かっていきましょうか。っていうかさ、あれは、あなたも今刺さっちゃった。動けない、やばい、ここにマリオがいるとどんどん刺さっちゃう。
あなたは困った困った、これじゃあ森に木を切りに行けないよ。あ、木こりの人なんですね。一応ちょっと中とか見ておこうか。うちの夫まだ帰ってこないのよ。雨にでも降られたのかしら。あ、雨じゃなくて矢に降られてるみたいですよ、今ここの町は。そしてあなたは、この上の俺の家には宝物があるんで仕掛け階段をつけたんだ。そしたら息子がいじっちゃったらしいんだ。矢が降って外は危険だというのに、マリオ家の中から階段を出して。階段？え、ちょっと家の中に入る方法がわからないんですけど、ちょっと待って MK、 危ないな、 MK さんのかすかな記憶ですけど。こういうところ入れますよね、足場があれば。煙突から中に入っていく。あ、隠し宝箱あるぞ。端っこか？ほい、オッケー、来た。まあ、端にあったからもう一個も端だわな。そしてここ道具屋か。おや、マリオ、この頃めっきりお客さんが減ってね。何が欲しいんだい？あ、お客さんが減ったのは、ちょっとね、外で固まっちゃってるからだと思いますけども、キノコ、ハニーシロップ、復活ドリンクちょっと買っとく？じゃあちょっとこれ5個ぐらいください。リフレッシュジュースはいいかな。そして装備、何か強いのありますか？あら、マリオ来てくれて嬉しいわ。何をお探し？しっかりつなぎ、うわ、買っといた方がいいよな。じゃあしっかりつなぎと、しっかりパンツ、どっちも買って装備していきましょう。そしたらアクセサリーが持ってないの、これか。恐怖防ぎバッジ130買っておきましょう。はい、まあこれは装備しなくていいかな。変身防ぎバッジとかつけてもいいけど、まあ隠し宝箱と、今マリオが何をつけてるんでしたっけ。あ、回転シューズか。まだとしたらこのままの方がいいかな。しっこ持っちゃう。あ、トイレ間に合う？それ大丈夫？固まっちゃってるけど。そしてあなたは、矢は怖いけど水を運ばないと生活できんのじゃよ。まあそりゃそっか。ちょっと井戸から運んでるみたいですけど、お水。あ、子供たちがいる。危ないから外に出ちゃダメだって。まあそうですね、今は出ない方がいいよ。おじいちゃんが水を運んでくれるんだ。僕たちも手伝いたいのにな。まあでも子供が固まっちゃうとあれですからね。孫が遊びに行ったっきり帰ってこないんです。探しに行きたいのですが。あ、さっき固まってた、おしっこ漏れちゃうって言ってた子。あー、これ、ちょっともうちょっとなんだけどね。ダメか、動けないみたいです。そしたら森の方に向かっていく。あー、びっくり、危ね。これマリオに当たったらどうなんの？大丈夫？待って、あ、こうする、これ分かった、こうだ。全然頭の上飛び越えちゃえばいいんだ。で、あ、宝箱ありがとう。え、勝手に取っちゃってよかったやつか。ちょっと怪しかったな。あ、隠し宝箱あるよ。パパ帰ってこないな。また宝物を探しに行っちゃったのかな。あなたがここ押しちゃったんでしょ。そして隠し宝箱どこだ。だいたいこう、わあ、ベッドの上にありました。だいたいこういうのは何かの上にあるのが定説ですよね。まあもう反応が出ていないので、あれで最後だったんでしょう。はい、階段出したよ。おー、マリオありがとう。ところで宝は無事だったか。あ、宝は無事だったよ。無事だった。そうか、大丈夫だったか。やば、嘘ついちゃったけど、これ入んない方がいい？一応ちょっと見に行こうか。あ、やばいよね、宝ないよね。 おい、うん、ない。マリオ、お前しか取れるやつはいないんだぞ。知らないです、知らない。一応お前を信じるよ。あ、よかった。なんかちょっと複雑な心境ですけど、騙せたみたいなんで、このまま進んじゃいましょうか。そしたらこういうところは中入れないか。これで街も一通り見たということで、じゃあ森の方に向かっていきましょう。森がこっちですよね。そう、この森ね、結構 BGM が有名なので皆さん聞いていってください。花ちゃんの森、いや MK さんも大好きでかつ大嫌いなステージでございました。キノコを手に入れた。隠し宝箱あるよ。どこだ？待て、隠し宝箱どこだ？やばい、ちょっと待って、一旦戻って、今のはさすがに取った方がいいな。ほら、 BGM、 これ聞いたことあるっしょ、みんな。超有名な BGM でございます。いやー、アレンジすごいよね。そう、 PV っていうか CM とかでもね、さらっと映されて、流されていましたが、 MK さんもちょっとアレンジ版を聞いて感動してしまいました。なくないか。ちょっと待って、隠し宝箱がない。これマジどこ、え、ない、こういう端っこじゃないの大体。ああ、たた。いや、わかりづらいって。お、ケロケロドリンクありがとう。これ結構強いですからね。そしたら、はい、さらにキノコを取って、花ちゃん、先に、あ、
踏んだらなんかもらえるの。ああよくわからなかったけど、とりあえずキノコの攻撃24、強敵か。なるほどね。まずはじゃあスーパージャンプでポピン倒してしまいましょう。1、2、3、4、5、6、一発でいけるか。8、9、10、うまいよ。11、12、13、おお127、倒しきれてないのかこれで。そしたらマロの何考えてるので、花ちゃん聞いていきましょうか。花ちゃんのデザインも可愛いですね。スーパーマリオ RPG バージョン、体力120多いな。私は気さくで無害な芋虫なんだよ。あ、そうなんですか。確かに踏んじゃったのはこっちの方ですからね。黙っていたら無害だったんでしょう。あ、マリオがキノコになっちゃった。じゃあ何考えてるの。ポピンにも使っていきますよ。ポピンはもう瀕死状態ですね。あ、待って、今 A ボタン押すの忘れた。最悪。ガード、うわー、マロー、ちょっと待って、どうしようこれ。終わった、積んだんじゃない、積んだんじゃない。オッケー、ナイスガード。やばいやばい、おい、おナイスガード。今ガードできてなかったら終わってたぞ。ちょ、向こう、はい、ガード、うわやばいやばいやばい、危ない。ギリギリでなんとか復活。そしたら復活ドリンクをマロに使いまして、マロで、いやでも何考えてるの、やった方がいいよな。後々のためにもしっかりポピンのやつ聞いておきましょう。いやさっき使ったんだけどボタン押すの忘れたのよ。たまには日向ぼっこしたいな。あ、キノコなのに。キノコってだいたい日陰で生えてるイメージありますけどね。花ちゃんの怒った顔が可愛い。あー、まあやばい、終わった。おい、これどうなんの、ゲームオーバー。レベルを上げよう。敵をたくさん倒すとレベルが上がります。HP や攻撃力などが増えて戦いやすくなります。あ、でもオートセーブだった。よかった。うわ、ちょっと気をつけよう、今後。待って、さっきの隠し宝箱は取った判定ですよね。よかったよかった。そしたらもう一回ちょっと、花ちゃんリベンジ戦行きましょうか。さっきはよくもやってくれたな。まあ、強敵さえ引き連れていなければという感じでございますが、待って、そいつ強敵？どう？同じか？うわ、同じだ。じゃあ、とりあえず、まあ、何考えてるの？さっきの分がリセットされちゃったと思うので、もう一度聞いていきましょうか。体力120で言ってることは一緒。お、ゲージアップ。待てよ。ガード、うっそ。待て、ガード、うわ。ちょっと MK さん、アクションコマンドをちゃんとやりましょうね。何考えてるの？今度はポピンに使っていく。ほい、オッケー。押せた押せた。体力は156。たまには日向ぼっこしたいなとさっきと同じでございます。ちょっと待って。ガード、うわ、ちょっとガードがマジで、ガードが、撃ってるんだけどね。ちょっと待てよ、これまずいな。一旦回復シャワーで、マロの体力を回復させます。で、これ最後に A ボタン押せば、何かって言ったよね。おー、体力60回復で、あー、ちょっと今のは10食らって、ガード、やばいって、オッケー、マリオ復活。そしたら、待って、絶対ファイアボール弱点だよね。これで行きましょう。待てよ、連打連打連打、いけ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 、マックスまでなかなかいけない。弱点ではあるけど、あ、やばいよ。ちょっと待ってね、電撃ビリリで倒しきれないよな、どう考えても。これ回復シャワーだ。回復シャワーをマリオに使って、ちょっとマリオの体力をマックスまで回復させる。これ A ボタンを押せばあれなのか、シンプルに回復する量が上がるって感じ。やば、ちょっと待って、待って待って、勝てない。やばい、もうちょっとレベル上げないとまずいか。いやいや、いけるね。もう一回だけチャンスください。もう一回だけ MK さんにチャンスをください。ちょっと待てよ。いや、特に必殺技というか何もないな。よし、行くぞ。そしたら、おっと、変わった。だったらもういいんですよ。これでも強敵、ファイアボールだけじゃ倒せないよな。とりあえず撃ってはおきますけど、何考えてるのも撃ちたいので、オッケー、耐えてくれた。砂嵐めちゃくちゃ強いやん。はい、ここ何考えてるの、撃っていきましょうか。いやー、ちょっと、さっきは、花ちゃんとポピンだったからきつかったんだよ。しかもさ、どっちもちゃんと何考えてるのやらないといけなかったじゃん。それがきつかったんだって。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、OK、62。うわ、でもそうでもねえな。ファイアボールの方が良かったか？そしたら、マロの回復シャワー、
回復シャワーかな。はい、じゃあこちらをマリオに使っていきましょう。これってさ、この毒状態みたいなのも回復になるんでしょうか。それは関係ないのか。じゃあここはファイヤーボールでとどめといきましょうか。いけ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 、マックスまで打てないんですよ、何回MKさん。あーマロちょっと嘘でしょ、もう一発いくよ。ララ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 ラ、これ 100% だからさ、キノピオのやつ使ってもいいんだけど。ガードオッケー、うまいよ。ちょっと待って、いける。うわ、ファイアボールラストになっちゃうけど、行くしかねえ。いけ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 、ちょっと待って、これマックスまで、ちょ下手すぎるわ MK さんが。ガード、嘘でしょ、やばいか。あ、瀕死状態だ、いけると思う。ホイトーだ、オッケー。危な、マジで今ので倒せなかったらガードできなかった時終わってましたね。ということで、なんとか倒せた。一旦回復といきましょうか。回復シャワーすら使えない、だったらここはフラワーカプセルを使って、うわー、また花ちゃん出てきた。でキノコを2つ使いますと。うわー、これでマックスじゃないのか。まあいいや。じゃあこちら切り株の中入りまして、うわー、こんにちは。これは、あ、そう、なんかこのキノコってね、確か擬態してるバージョンがいるんですよ。これがきついわマジで。無視する？いや、でもポピンはさ、さっき何考えてるの、撃てなかったんで。うわー、いろんなやつが出てきたよ。ちょっと待って、ドソキーユング来たドソキーユング、決してドンキーコングではございませんと。うわ、全員に使わなきゃいけないなこれ。とりあえずお助けキノピオを使ってみましょうか。ほい、ここでジャンプ。あー、ラッキーか。まあまあまあ、いいっちゃいいんですけど、これ全員にさ使わないといけないのちょっときついな。言うて強敵はいないから、なんとかなるか。まずは厄介そうなポピンからやっていきましょう。まあ内容自体はさっき聞いたので、はい、一緒なんですけども。うわー、キノコの方式来た。これがきついんだって。はい、お、ミス、ありがとう。でガード、おーっと、まあまあまあ、でも先ほど食らってないね。ドソキーユングの攻撃、なんとかガード毒針、やば。ちょっと待てよ、これでもうポピンに用はありませんので、ポピーをファイ、あ、ポピンをファイアーボールで倒してしまいましょう。いけいけいけ、うます。急にめちゃくちゃ連打うまいやん MK さん。そしたらここで何考えてるのを、今度は8ビート打っていきましょうか。はい、こちら何考えてるの君は。8ですけども、ビビ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 ビ、何も考えてねえんだこれ。ドソキユングの攻撃、ガードしていく、毒針、おー、ミス。うわ、マジで助かる。そしたらもう8ビートに用がありませんので、ここファイアボール打っていく。いけ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 、ちょっと待って、連打がさ、なんかうまくはまるときとはまんないときがあるな。そしたら今度はドソキーユングは何を考えているの、決してドンキーコングではございません。はい、こちらどうでしょうか。フィクションです、実際の人物には一切関係ありません。そうですね、ドンキーコングではないとちょっとギリギリですけどね、ドソキーユングは。はい、ここでガードオッケー。で待てよ、これスーパージャンプでいくか。いきます。1、2、3、4、5、6、7。なんか毒状態でジャンプしてると変な感じ。10、11、あー、なんか MK さんやっぱ10くらいで集中力切れちゃうな。ということで、なんとか経験値もたくさんもらえましたが、体力が危ないので回復しようか。いや、ちょっとキノコが足りなくなってきたな。あんまり、ああ、拾いたいけど、擬態してるバージョンもあるからさ、あんまりむやみやたらに近づけないんですよ。おっと、隠した空箱どこだ？大体こういうとこだろ。違うか？ 8 ビートは無視して、あ、ここ通るやつとか、ちょっと待てよ。だとしたら手前。どこだ？どこだ？隠した空箱。どっかにあるんだろ？この辺なんだろ？ないな。え？あーと、今当たっちゃった？おー、あ、一応当たってもいいのか。やべえ、隠したからば、起きたー。これさ、マジ、ちょっと特定するまで結構時間かかるな。で、花ちゃんがまた出てるけど、これ全部入るしかないよね。マジか。じゃあ、一個ずつ入っていきましょう。まずは、うわー、ここ隠したから箱あるんかい。8ビートきついって。ドソキーユングも出てきている。そしたらここはもうどっちも何考えてるのはやったので、普通に倒してしまいましょう。そろそろ FP がねえな。フラワーカプセルまた使っていきましょうか。6、7、8、9、10、11、12、あー、まあ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 、これぐらいで一発ですからね。そしたらマロ、多分電撃ビリリが効果抜群だと思います。相手飛行っぽいんで。なのでここは使っていきましょう。オッケー、大体なんか傾向もつかめてきましたね。これさ、レベルアップガンガンしてった方がいいな。ね、そうだよね。ちょっと待てよ、フラワーカプセル
使うか。こちら使ってもうなくなっちゃったね。覚えておきましょう。待てよ、隠し宝箱どこだ。あるんだろこういうとこに。ないか。あるんだろ、ほら隠し宝箱、早く出てくんないと。いろんな敵がいるから厄介。オッケー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 。はい、ここでフラワーゲット。そしたらもう反応しておりませんので、このまま脱出したかった。エイトビート。ガード。うわー、ちょっと待って。これ結構きつい。結構きついのでは？大丈夫か？ファイアボールでポピン倒しちゃって、電撃ビリリでエイトビート行きましょうか。ちょっと途中で連打が、まあ倒せたら何でもいいんですけども、いやこれ全体攻撃なのかマジで強い。 OK、 94くらいでも倒せるんですね。でさらに経験値をもらっていく。うわー、もうちょっとあるな次のレベルアップまで。でもさっきガンガンやられちゃったところを見ると、やっぱりちゃんとレベルアップはした方がいいわな。そしてここは何もないので、出ていきましょう。ちゃんと一個一個を見たいからね。そして隠し宝箱って確かさ、全部やれば何かっていうあれがあった。お、隠し宝箱来たよ。全部叩けばなんかもらえるみたいなのがあった気がする。だからこれちゃんと全部叩きましょう。真の完全クリア MK さんは目指しておりますので、ちゃんとこういうの叩かないとまずい。 OK、 ナイス。外れなんてこと？ちょっとマリオさんもずっこけてしまいましたが、まあ、うん、一応あれも叩かないといけない判定だったと思うので、外れだろうがなんだろうがしっかり叩いていきましょう。ここは特にないんだって。8ビートやめてよ。ここガード。ちょっと MK さんガード下手になってんな。ガード、嘘でしょ。でここはじゃあさっきと同じ戦術でいきましょうか。ファイアボールをポピンに打って、なんとかここ連打をマックスまでセーブ。これ慣れておきたいな。なんか下手なんだよな。うまくいく時もあればうまくいかない時もある。運なんでしょうか。はい、なんとか今のはアクションコマンド成功。125くらって経験値もゲットと。おー、そのまま自動的に上に上がってくれました。あと3つ、多分一番奥が正解ですよね。隠したから箱ないんだったらここに用事はありませんけど、なんか知らないやついるよ。知らないやつは用事あるな。そしたらファイアボールを8ビートに打っていきましょうか。いけ。お、これいったんじゃない？これマックスまで全然いってない。まあ101だから倒せましたと。君何考えてんの？パタパタなのかタコなのか何なのか全く分かりませんが、俺のようパタパタさちょいかっこいいだろ。あ、ほんとだ、なんか羽のデザインが違うね、いつもと。マーロン。まあしょうがない、こいつスーパージャンプで倒せると信じて行きましょう。2位。あ、そこなんだ。踏む、ちょっと危ねえ。今踏むところがさ、どこだか分かんなかったんだって。今上のとこだと思った。踏むとこ下のとこなんかい。そしてここも何もないので出ていきます。そしたらちょっと待って、マロの体力がやばいので、これハニーシロップ、いやーちょっと待てよ。キノコ使うしかねえか。はい、これでマロ回復させて、多分ここに入れば正規ルートかと思われますが、お、隠したから箱。うわ、絶対花ちゃんのとこだな。そしたら一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。次回ちょっとこの花ちゃんを倒して、なんとか隠した宝箱を見つけて、さらにこの森奥の方まで進んでいければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。